シラフロ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 、はい、人が多い、前回ですね、よいろうという企画をやりました、はい、やりましたね、いろいろってあるね、事前におのおのが単独行動している間に一、はい、人だけお酒をしこたま飲みまくり、はいはい、酔っ払って戻ってきます、はい、ただそれは隠した状態で会議をしなければいけない、はい、で会議をしながらこの中にいる酔ってるやつこいつなんじゃないかっていうのを投票で当てる、はい、一人で、ね、人狼の酔っ払いバージョン、はい、それが酔いろう前回だったんですけど、ね、今回は逆、あら、うん、みんな酔ってる、あすごい企画、大丈夫、大丈夫か、みんな酔ってるけど一、うん、人だけ本当は酔ってない嘘酔いをしてるやつ、ああシラフ、はい、シラフ、今回は酔っ払いみんなで協力してそれを当てようか、酔っ払いみんなで協力当てれるかな、やだ飲み会かよお前飲んでねえなとかさしかもあの前回に引き続きあの狂人というね場をかき回す役を用意しておりまして、はいはい、この時の狂人はどうなの、はい、この時の狂人はだから、はい、お酒は飲んでる、飲んでるけど飲んでないとうっすら思わせるぐらいシラフローだと、難しすぎる、難しいよ、実はシラフで酔ってるふりをしてるんじゃないかって、本当は酔ってるんだけど思わせる、まあ、注目浴びりゃいいんだよね要は、そうそうそう、こいつなんかおかしいぞっていう感じにさせて投票させちゃえばいい、嘘ベロベロっぽい嘘じゃないかみたいな、演技っぽい酔い方、そんなやり方があるぞ、それぞれもね、お酒飲めないから、はい、私はもうぶっ倒れる可能性があるんで、あの普通にあの白確定のものとして、はいはいはい、回してもらって、ね、やってるからね、はい、でも皆さんはお酒大好きなんでね、はい、くじ飲めるけどね、くじを引いてもらって、いや飲めるけどさ、エロ袋じゃない、もっとっそれは今後そうなる、ゲボハムなこと、じゃあもう引いちゃおうかな、引いちゃってください、うわ怖っ、うわどうなる、どうなるでしょうね、俺なんかどっちも嫌なんだよな、はい、よし引いた、はい、じゃあくじ引いたということで、うん、はい、後ほど確認して、はい、では単独行動1時間後に、はい、お会いいたしましょう、はい、解散、うわーしゃー、この後全員ベロベロになってんだろもう酔ってる酔ってんのか、もう酔ってんの、はい、ということでね、約1時間が経過しました。私はね、みんながお酒を飲んでるのを待ちながら、宇崎ちゃんを遊びたいを呼んでたんですけど、そろそろみんなね、届いたと思います、ね、じゃあ、まずはアルファさん、はい、おお、なんか出してます、大丈夫ですか、なんか出してます、雰囲気が出てます、あ、違う、そういう雰囲気の話、すいません、じゃあ原宿さん、はいなんか、うん、マロングマロソロ受けてんだけど、あ、そう、じゃあ永田さん、あーなんかちょっと陽気ですね、何あ、なんかだるい、だるい絡み方してるね、どうなのかな、本当今日はありがとう、マジで変ですね、ちょっとやってる感じもあるけどね、どうでしょうね、はい、じゃあ加藤さん、はい、加藤さんキスマンになっちゃうからね、これこれちょっとこれ2人ともキスマンになっちゃうから、これ大変ですね、これね、これ強靭だろ、これは、これ参ったね、これね、参ったね、くださいよ、まったく、次、マンスーさん呼びましょう、あこれ参りましたね、これね、どうすればいいですかね、これね、ラブコメみたいな、うざきちゃん呼んでた、うざきちゃん呼んだらいいかなと思って、ね、そんな漫画じゃないよはい、はい、じゃあ、マンスーさん、うん、おおー、スパイダーマン、スパイダーマン、スパイダーマンじゃん、強すごいね、強人が多いよ、わかんないかも、今日はマジで強人が多いよ、マズさんは大丈夫ですか、え、あ、チューチューしないです、一応ね、やばい、すごい、うちの会社、妻が多いんですよ、すいません、偶然に妻が多い、妻が多い、ごめんなさい、酔ってるとかじゃないだろ、すいません、じゃあ次の妻の方が、妻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 
いしな。どうした、ね、普段こんなじゃないだろうな。はい、ね、はい、みんな揃ったということで、はい、この中の一人だけ、はい、実はシラフのやつがいます、うん、ね、そして狂人も隠れています。なるほど、はい、今からちょっとね、うん、話し合って、うん、抜いていこうじゃないですか。そうね、はい、お前やけに冷静だな。お前だけに冷静だな。雷みたいな。お前だけ。確かにな。なんか酔ってない。お前酔ってない。お前酔ってない。なんかえテンション違うもんね。でもこれ酔い方の人もいますよ。ダウナーみたいな。え？どんな酔い方？いやいや、そんな酔い方しない。あれ奥さんは顔白いよ。白い。白い。だってこいつ撮影直前まで建て替え経費入力してる。確かに。酔っ払ってたらできないよ。無理だろ。経理作業じゃない。ちょっとなんか激しすぎるじゃん。いや、あとさ、みんなさ、店決めるじゃないですか。うん、その被らないようにね、うん。同じ人が来たら、うん、この人飲んでるってバレちゃうから。そうね。原宿さんだけなんか公園で飲めばいいかとか。え？なんか冷めてます。冷めてます。カロリー。確かに。俺今脂質制限してるから。なんで脂質制限？だから痩せたいから。長い。あんまりお店とかじゃなくて、うん、もうそういうちょっとまあその辺で飲もうかなみたいな。真面目か。なんかこの辺がちょっと、やりすぎるんだよ。やりすぎちょっとね、行き過ぎてる。だって別にでも酔っ払ってていいんでしょ。そうそう。酔っ払ってないし。酔ってないやつは。ラビットは酔ってんのよ。私はだけどなんかちょっとやりすぎてる。やりすぎてる。原宿さんは実はこの中にシラフがいるかもしれない。いや、お前だよ。マッサよ。マッサよ。演技かもしれない。なんかやってきますか。そうじゃ、ね、どこ行った？どこ行ってたとかね。何食べたの？何飲んだの話はいいんじゃない？うん、ね、じゃあこっちからします。アルワさんどう？僕はピザ屋のイタリアン、いいじゃん、ワインをもうガブガブ飲んで、ワイン迷うよね。かなり今もうかなりいい感じですね。ね、いい感じに出来上がってる感じ、はい。ありがとうございますですね。なるほど。僕は大戸屋行って、メッサメッサだけじゃん。大戸屋でハイボール。大戸屋ってあるの？あるある。あるある。あるの9パーでしょ。9%のハイボール書いてある。何 9% のハイボール？ないっすよ、書いてないよ。 9% のハイボール、何それ飲みまして。10%とかなら分かるけど、13%。なんで4%なんで加減するんだよ。逆にでも怪しい。老人の話だよ。他蕎麦屋に、あ、うん、渋い。日本酒？あ、いいですね。湯葉とか。芋焼酎。あら、4杯。4杯？うわ、蕎麦と。蕎麦といった。僕はなんかね、うなぎとマグロの店行って。めっちゃ行ったことある。すいません、経費めちゃめちゃ使いました。いくら使った？1万円。えぇ、ー、1人で、やましい。1万ってなんかさ、ちゃんとしたコース食えるじゃん。確かに、なんかうな重食った。いやいやいや、なんかうなぎの串とマグロの刺身と、うん、あとずっと来たハイボール、うん、1万いいじゃん。それで1万いくちょっと、ね、マンスンシャンはマンスンシャンはマンスンシャンは酔っ払ってくからね。村人だな。いいよいいよいいよ。いいね。いいよ。僕はなんか牛タンとかが言うのメインのメニューのとこ行ったんですけど、客ゼロ。え、僕だけ。ちょうど時間がね。そうですね。昼過ぎ貸し切りで、ビール行ってハイボール行って、あとウイスキー水割りも2杯飲んで、いい、あとその後にチューハイも飲んでみました。すごい、ね。ああ、いいね。飲みました。いいわ。すごい。はい、うん、僕は直のですね、おしゃれなイタリアンバルみたいな。あ、いいね。で、そこで なんだっけ、ラムステーキ。いいなそれをつまみにビールを、すいません、4杯かな、4杯飲んで、ラストオーダーでワインを1杯、グラスワインを飲んで、なるほど、それで行きました。そしたらどうします？また早口言葉とか。あそう、ね、いいね。あるいは今回みんな酔ってるんで言えなくて当然。まあ確かに。だからちょっと熱い話とかをして、熱の乗り具合、酔っ払い乗りみたいにすると炙り出せるかもしれないってね。どうだろうな、心の未来とか。原宿さんに聞いた方がいい。編集長、編集長だね。10年後もこれどうなってる。そう、確かに確かに。
えぇ、ー、何閉鎖何も何もない何もないの誰も誰も勢いで原宿さんどうしてんすかじゃあ誰もいないいや俺土耕してる終わりだろそんなやついたらつまんねえナッツ育ててんだよナッツ育ててんだよナッツナッツまずそうだなおめえのナッツ原宿さんなんか言っときたいことないんですか俺はもう酔っ払ってる今怪しまれてますから一番酔ってないだろうって思われてるね正直酔ってないかもじゃあそうじゃん。でも酒は飲んだってこと。酒は飲んだけど。飲んだけど酔ってない。飲んだけど。村人だったとしたら先輩よそんなのかって。飲んで、ね、村人ですよって示さなきゃいけないんだから。じゃあ標準の可能性ありますね。こうやって注目。ああなるほど。注目はね。今ほっとしてるかもね。じゃあいやでも原宿さんって飲んだら本当に歯止めつかない。本当やばいから。本当やばい。1時間でそんなやめてくれっつっても最悪だから。そこに行くまでに1時間はちょっとまあ早すぎる。いつも夜深いから。そうだけどこんなに。いやそんなことないと思う。平然を装ってる感じは確かに。じゃあ強靭だとして、いやごめん酔ってないわ。え？失敗した。失敗した。せっかくなんでよ。バランスをしちゃった。どんくらい飲んだ？あ飲んでるけどってこと。あだ飲んだんだけど。飲んでないよ飲んでない。そこの白角。いや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 飲んでない人は当てるゲームだから、それは自分で言ってるだけだからね。それがすごい。なんか。怪しいかな。でまんま顔出ないよ。出て、顔は出ないんで。なんかこういう周りの店にそんな店あるかなと思って。え、何店だ。嘘の店。牛タン。行ってないの。別の店。いや違うな。牛タン屋が。飲んでるわ。飲んでるわ。大丈夫。いやなんか怪しいてるわ。目が飲んでる時の満数の。危険な悪いことを言おうとしてる悪いこと言うから悪いライター同士を会話させようとしてる時ねアルファが前回の時より首が赤くないのよ確かにそれはちょっとやっぱ気になるけど本当だ確かにいや赤いでしょこれいや真っ白真っ白ワイン飲んだちゃんとワインデキャータ3本飲むしデキャータ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 3本飲めるすごいよ名古屋人みたいな単純水としてすごいよカンチさんもね前強靭だった確かにねそうねそうですねカンチさん酔うとねなんかもうちょっとなんかギア入れるギア入る気がするちょっと入ってないそう足りてない日によってこう眠くなるパターンとガーッとなるパターンがあって体調によってですね今日はじゃあ眠い眠いなんかまあ気持ちいいです楽しいです楽しいなプローンとして平行感覚ぐらいやっとく平行感覚でも嘘っぽい嘘つけたらバレるからみんな本気でやろうねそれは本気で挑戦してどうなるかっていうちょっとテーブルどかしますねはいあっちかなちょっと加藤さんが引っ張ってるよダリーナこれでかさ声のでかさ今声のでかさ考えてない声で振り返る時の声でざわついてる時のツッコミの声ちょっと遠くのねメンバーもね一応注目を集めるかのやつあるね片足立ち片足立ちやりましょうかやるかはいじゃあ始まるかお願いします10秒何秒いけるかな10秒いけるかなすぐ分かるでしょネットティッシュ待って濡れてるお尻入れてるブチャメラに見せてあげてブチャブチャの蹴りしたこと何でそして違う違うネットティッシュ入れてる熱濡れてんじゃん蹴りしてネットティッシュ拭いてんじゃん手覚えちゃったから直前手拭いたの白角白角ネットティッシュケツ入れてもう座んねえだろびしょびしょになっちゃうそんなやついないんで白角だこれは直前にすいません手拭きましたもういいですガイツさんもういいです飲んでるこいつはねっ続いてね前回結構できましたから結構できたあれできてるすごいねそこには影響しないあすごい感覚が研ぎ澄まされてる松本みたいですねめっちゃできてる結構でもできたねすごいねぐらいかなありますかね加藤亮僕いけると思うんだけど加藤亮いきますはい
あ、いけてる。いけるいけるいける。あれ、いけてる。全然いけてる。あ、全然いけてる。高く上げた方がいいんじゃない？確かに。どこ？もっと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 もなんだ館長何をしてんのこっち側だけでも面白いの白角だ材料にもなる白角です白角ですよこれが関係ないじゃん自分でやってくださいよ長田前からだねそんでできないんかい危ない知らふでもあんま早熟さこれもできちゃうんじゃない、まあ、まあ普通にねうんあすごい交差してる交差すごいあめっちゃ長いあらあのえいけてるんじゃないあすごいあっちゃえぇーカズさんが食べちゃったよーあーおっと悪い犬に噛まれてもねおっとで返しがあるからないこれ長い長い何これああちょうどちょうどちょうど見通してたんだすごいよかったすごいよもっと酔っ払っちゃうよアルコールが入ってるアルコールだからすごいすごいすごい大丈夫だろうけど意外と酔ってるぞ酔ってるぞ酔ってるぞじゃあ僕ね、うん、はい、はい、あー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 もう分かったかこれどうだ分かんなくなっちゃったこれな今の関係ない気がするわ分かんなくなっちゃったじゃあ投票えマスター頼みますよマスター、はい、探偵さんせーので怪しいと思う人指出してください、はいはい、じゃあシラフはシラフねこいつだこいつだせーのえあれ俺、うんまあ、最多は4票じゃあ、まず2票だ確かに、カードをね、はい、見せてもらえればはい、いきます、うん、果たして、うん、なんだえ飲んでんの飲んでんの酒足りねえよ飲んでないじゃん、はい、え酒足りねえってもうちょっと飲みたかったなえ飲んでって10時間あったのよマジでえじゃあ、誰がえこの中の誰がやるシラフだったのマジ、マジ なんで耳赤いのじゃあこれは熱いから顔を赤くするためにアルコールで直前に顔ずっと拭いたんですこうやってやすらねえそれを試合開いたの、そうだから入ってたそういうことかうわぁ全然マークしなかったずっとバーっていう状態全然だわなんなら白角のね理由になったのに、うん、ずっと酒飲めると思って2週間前からこの時楽しみしてた今日はシラフだなと思ってマジかくそーと思いながらずっとあの、ステーキを食べてました、コーラとステーキあーあー酒はねくそーと思って全然わかんなかったなんでそんな大戸屋とかさ何なんですかスーパーなんでそう冷めてたの嘘みたいないやいやだから飲んだんだけどなんか全然酔えなかったなんで1時間だとやっぱ酔えないんだよいや酔えるよ量が少なすぎるもっと酔っぱいぐらいが原宿さんが飲むときはつまんない後輩も用意してあげてくださいそうじゃないと酔わないそうじゃない原宿さん入らない入らない全然酔わないもうちょっとやっぱ飲みたかったなえぇ、え、狂人は誰確かに誰あ確かに一応もう当ててみます狂人ねいや、わかんねえよ狂人わかんないわかんないえ、飲んでるもう飲んでる飲んでる飲んではいるけどいや、こっちか怪しいよ確かにあー、狂人いや、確かに
確かに、ちょっとシラフっぽさもある。なんかその僕の目的としては、うん、シラフの人がする酔い方みたいな、うん、嘘酔いみたいなのを目指そうと思ったんですけど、わざと噛むとか、そうそうそう、やったんですよ、うん、一応。ただ原宿さんだと思ったんですよ、僕は完全に。まあ絶対ね。で原宿さんが下手すぎて、もうこの回ってどちらけだなって確かに、まあ、あまりにもすぎて、ね、酔っ払いが冷めるぐらい。そうそう、で僕もここでなんかその狂人みたいな役割しても、うん、なんかもうなんか変になっちゃうなと思って。わかる、わかる。いや村人だからお前は頑張れよ、ちゃんと。お前は頑張れよ、もっとやっぱり俺いなかったな。別に村人なんだから過剰にちょっとテンション、そうそう、酔った感じにしてればよかった。あ確かに、どうもできてよ。そうなんだこいつ。なるほど。なこいつ、呼ぶのやめようぜ。現場変えようもん、こいつ。欲しいわ。ゲームってずっと冷めてたじゃん。そうそう、なんかやっぱちょっと下の方に入っちゃった。ダウナーの飲み方しちゃった。なんか落ち込んだ。そういう意味では酔ってはいたのかもしれない。酔ってるんだけど、もっとやっぱ重ねたいっていう気持ち。時間が。時間か。あと1時間あったら結構深いかも。すごい。それも良くないけどな。時間やそれ。いやー、負けたか。そう。今回は。この村は滅びました。ダメか。シラフローむずいわ。むずいかも。むずい。むずい。めっちゃ難解。何回狂人のやることがすごいのよ。い、狂人は大変だ。狂人無理だな。ちょっとやっぱ夜とかにやって、前後不覚みたいな状態。夜集まらない。見せられない状態。そこまではちょっとさ。そう、だからそこら辺のね、なんか温度感がちょっとむずいよね。今指さして、指さして、ゲームマスターのくない人のせいにしたい。なんかちょっとやっぱなぁ、立て付けもうちょっと決めといてほしかったな。そのそうだな、終わる、終わります。もう二度とやりません。やろうよ、飲みたい、次飲みたい、毎日やろうよ。はい、ということで、ね、軽はずみにやるとこうなるので、皆さんは気をつけてください。さよなら。よっしゃー。何なんかすごい怪我してる。怪我してる、怪我してる。大丈夫、大丈夫、大丈夫、かわいそう。大丈夫です。よかった。